はい、竹内です。こんにちは、こんばんは。ということで、ちょっとサムネふざけてみましたが、函館記念のね、予想をやっていきたいと思います。えー、まあ、今日はね、あの、馬にも次節でね、紹介した、えー、レース二つありますけど、片方は、人気薄がね、三着まで来てくれて、片方はワンツー決着、しかも僕の指数はもうすごく調子が良くて、朝から入れ食い状態でということで、まあ非常にあの、機嫌が良いんですけど、函館2歳外れちゃったんでね、こっちでなんとか、えー、頑張っていこうかなと思っております。 まずはですね、サムネでふざけてしまいました、マイネル・クリソーラ。えー、昨年と同じで、えー、2週前のギリギリまで反路使ってから函館に参戦と、当時は2着でした。このルーティーンは好感度が高いですね。で、この流れ、手塚急舎の函館札幌の出走馬で、まあ一発目のねその、その年度一発目というか、その馬の一発目の中でかなり好成績になっているパターンでもあります。まあ夏の手塚急舎の強さっちゅうものをね、ここで見せてほしいなと思うわけなんですが、 もうマイネルクリソーラに関しては2走前のね、中山記念で、もうどこを走ってんねんと叫んだね、あの馬券買ってたファンも多かったと思うんですけど、あんだけね、あの超ロスをした競馬内容で5着なので、もうスムーズな競馬さえしてくれたら、重賞1つ、2つ勝ってくれないとおかしい馬だと思うんですよね、金杯3着ですし。 で、この馬ね、中野厩舎から、あの、研究して前走から手塚厩舎になってますけども、中野先生が育てた馬はね、研究後にもあの、活躍目立ちますし、中野厩舎で学んできたことをですね、そこからこの手塚厩舎のパワーも加わってということで、そろそろね、いい結果、目に見える結果出してほしいなと思います。 次に、チャックネイト。この2頭はね、あの8枠になるわけなんですが、えー、6月30日に反路で55.5秒、姉妹12.8の加速ラップ出しております。7月2日にもね、反路軽く使っての参戦ですが、えー、堀旧社の函館札幌のね、参戦の時の、まあ、高信頼度のパターンですよね。前2週の間に反路ちゃんと使っているかどうか早いかっていうところで、かなり信頼度変わってきますが、えー、加えて、まあ、函館記念そのものとして、この手のね、 あの2週前まで反路ちゃんとやってましたよっていう馬が構想することが珍しくないっていう点は大きなプラス評価にしたいなと思います。でまあこの馬はあのもう素晴らしくね安定した成績で大きく崩れてしまったのは前奏の天皇賞春だけそれ以外はもう全掲示板に乗っているとそれぐらいの馬で万能でどこでも走るようには見えるんですが実はですね1着5回のうちの4回はクッション値8台以下なんですよね。 はい。で、ここには、まあ、あの、札幌、函館なんかも、あの、八大化、含まれてきますけども、他城でも低いクッション値で勝ちきっているというね、勝ちきっている時は低い時という、そういう特徴があるまでもありますので、あのー、過去の結果を見ると、函館で一生、札幌ではね、連帯はなしと、まあ、あの、全然内容は崩れてませんけどね、そういうまではあるんですが、根本的にはね、向いているんじゃないかなと思いますので、そこにちょっと、重きを置いてみたいなと思います。 次にサボーナです。えー、リトハルの持ち時計が早い馬の成績が良いコースなんですが、まあ、詳しい成績は対策動画にて掲載ということで、そちら見ていただこうかなという感じなんですけども、えー、サボーナに関しては51秒台すら珍しくない馬ですし、やはり中竹厩舎があそこまでね、半路早めの仕上げ、厩舎の中でも成績が良い仕上げを連発するっていうことが、まあ、そもそもね、この馬への厩舎の期待がでっかいんだろうなというとこですよね。で、7月3日の時点で半露53で1秒、姉妹1 1 8の加速 グラップ出しているので、まあ、あのこういう時計出してからこっちでね、えー、移動して準備を進めているという、まあ、非常に意欲的な内容だなと思いますしパンチ力不足の馬なんですけど、まあ、それは他の馬も今回同じなんでね、はい、みんなちょっとパンチ力がないけど安定しているというかな個性的な馬が揃っているのでここならねチャンスは大きくなるんじゃないのかなと。 次に、えー、リカンカブール。はい、こちらなんですけど、まあ、あの、7月3日に、ね、早い反乱の、えけ、ー、出してまあ、して、姉妹も11秒台近いラップを刻んでいると。で、あの、この馬の特徴としては、本当に何でもできる馬ですね。うん、あの、逃げも追い込みも差しも先行もできて、すべて結果を残しているということで、 えー、オリンピックのね日本代表サッカーのなんかのメンバーにこんだけねユーティリティプレーヤーだと入れたいなって入れてほしかったなって思うぐらいの馬ですねはいで今回のレース全体の構図が見えにくいっていうところもあるのでこの万能さは生きてくるんじゃないかなと思うんですが前走ね大阪杯でがっつりあの最下位になってるんですけど津村騎手の話を見るとあのー、完成で馬がパニックになってしまったっていうね 話があると、そこはちょっと不安で、やはり大阪杯ほどではなくてもね、今回もあの多くの人がね、競馬場に訪れるでしょうから、盛り上がれ、盛り上がれば盛り上がるほど、ちょっと不安だなっていうところありますよね。 次にグランディアです。はい。あのー、僕、この手の馬のね、間を割ってくるタイプの性格の馬、そういうことができる馬ってすごく好きなんですけど、で、包まれても OK だよねっていう感覚で予想できますし、で、まあ、内枠に入っても怖くないというか、はい、むしろその方がいいと思うので、2枠4番はいいんじゃないかなと思います。まあ、レース全体がね、間延びしたらあんまり意味ないんですけどもね。で、えー、僕ね、グランディアはも相当な能力がある馬だとは思ってるんですけど、過去のレースとかを見ても。 クッション値別の成績が極端なんですよね9.5以上で11戦4勝2着2回3着1回馬券が49.4以下で6戦しかしてませんけど0勝2着1回3着1回馬券が4なんですよでまああのんでしょうね初の函館のレースになりますからやはり気分的には低いクッション値の方で構想が多い馬とかをね狙いたいと思うわけなんでうんこれだとちょっと 初の箱立て、軸で行くのは怖いかなとは思いましたね。そこにさえ目をつむっていれば本命でもいいかなと思いましたし、この戦歴がまるっと逆だったらもう完全に本命にしてたかなという感じです。で次にトップナイフなんですけど、まああのね、土曜日に関してはもううちで配信している指数、アムズ指数がまあ爆発的に好調で、まああのコンテンツ全般としてよかったんで、 あの個人的にはねちょっと X ではしゃいじゃって申し訳ないぐらい入れ食いだったんで、はい、まあその流れなんでね明日も指数が目立つ馬はつばをつけておきたいなというところと、まあ、前日の何でしょうね2日前予想だと完璧な指数がまだ出来上がってないのであれなんですけど前日にアップするのに指数上位の馬をねあのわざわざ消すのもどうかなと思うので入れたいなというそれぐらいの気持ちなんですが。 えっとトップナイフ自身の話でいけば、まあ、菊花賞以来の競馬になるので、結構間隔空いていると。なんですけど、札幌デビューで札幌で未勝利も勝ち上がっているような馬だったりしますし、クッション値ですね、これまでの戦歴とか見ても、まあ、特に問題ないかなと思います。ただ、不安があるとすれば 57.、57.5キロやっぱりあれですね、あの、クラシック参戦、皐月賞、ダービー、菊花賞で、この馬、崩れてますけど、成績は。 そこだけの話なんで、相手が強かった、素晴らしかったといえばそれまでなんですが、57キロの時はもう完璧にね、あの、馬券外にぶっ飛んでますし、着順のワースト3。はい。で、着差のワースト3もやはりこの馬はすべて57キロの時がダントツなので、うんそういった点では57.5っていうのはどうなのかなとはちょっと思いましたね。 馬格がある馬なんでね、割と大きめの馬なので別に問題ないような気はするんですけどね。そして、早やっこ。はい。こちらはですね、2022年の函館記念の覇者ですね。で、昨年の函館記念は5着という結果なんですが、まあ、量が最初が、2022年が57キロ。 昨年が58.5キロでね、今回も58.5なんですけど、なんかあの、金量差の分だけの着差な感じがするんですけど、この2年を見ると。なんですけど、他のレース見たら別に早子自身は金量負け、金量泣きしないタイプなので、まあ、展開が向くかどうかとかね、そういうところなのかなと思いますけどね、重要な部分は。で、国枝厩舎なんで、まあ、函館だったら追い切りが合わせ馬してるかどうかって重要だと思うんですけど、その点はね、今回クリアしていますし、 うん。まあ、2年前の覇者ですし、もうこれで3年連続、もう常連のね、箱立記念常連の早や子が、人気薄で、これもまあ指数上位なんですけど、割と。はい。人気薄になって指数上位だったら、もう入れておきたいなと。シンプルに考えたという部分で入れたっていうのが大きいですね。はい。で、まあ、そんな指数ですけど、まあ、あの、あまり大々的にうちは専念せずにですね、気がついた人向けにやっているのであれなんですけど、一応、あの、質問があってもあれなんでということで、まあ、概要欄に、 あります。はい。概要欄にあってリンク見つけて、その中に入って、見て、興味がある人は、まあ、使っていただければなと。見て、何のこっちゃかわかんないな、これは。理解できないな、という方は、もう、あの、合わないと思うので使わないと。それぐらいの感じです。はい。もう、みんな使ってね、っていうふうに、あの、宣伝したり、広告打ったりとかしてないコンテンツなので。 はい、気が付いた人が気が付いて、会う人はそこからもう何年間もずっと使ってくださってる、会わない人はもうすぐに1ヶ月ぐらいでいなくなるっていう、もう本当に極端な、はい、コンテンツをね、えー、運営しており,おりますので、はいあのー、そんな感じなのであの、気になる方だけ見ていただければなと思います。で、印とトい上げなんですけど、ちょっとね、あの白三角をなくして、こうしてみました。はい。二重丸マイネルクリソーラー、抗着ネとト。 黒三角にサボーの後をね紹介して馬はツとしましたで自信の,のあるなしでこうなったっちゅうことじゃなくてですねもう何でしょうねここに出してない馬でも買いたい馬は何頭もいるので、うんね、とても難しいレースかなと思いますなので自信があるからこういう印じゃなくて無限に飼い目を広げたくなってしまう自分の弱さが、はい、そこをねぐっとあの抑えたいなと思ったので3頭に重きを置くというような構図にしてみました。 単勝はですね、あの、例えば二重丸丸黒三角三点を合成オーツ替すると今26、あ、点六5倍なんですね。例えば1万円で合成オーツ替したときに、この3等のどれかが勝てば2.65倍になりますよっていう、あの、替え目をまあ、自ら作ると。それが合成オーツというものです。えー、合成オーツはあんまり詳しくないよっていう方はですね、先々週かその前ぐらいに、 あのターゲットとかのね競馬ソフトの画面収録しながら合成オーツについて語った動画があるので40分ぐらいそれを見ていただければなと思うんですけどちょっと僕ねサボーナの現時点の人気が人気しすぎてるなと思っちゃってて。 うん、合成オッズ、この3等で3倍つくんだったら、ね、どれか勝って3倍っていう単勝が買えるんだったらいいなと思ってたんですけど、2.65はちょい安いなと。なんで当日、まあ、当日あのギリギリだときついんですけど、まあ、そこはちょっと曖昧になっちゃいますけど、まあ、10分前とか5分前に僕は大体投票することが多いので、その時点で、えー、この上3等の合成オッズが3倍に届かない。 状態であれば、3倍以下って書いてありますけど、3倍未満ですね。だったら、まあ、サボーナ外して、クリソーラとチャックネイトの2点の合成オッにしたいなと。これだと今、5倍台後半かなあるんですよ。まあ、そっちに変えようかなと思っております。ということですね。まず一つが。で、 えっと、馬まとワイドはもうそ、あのー、3頭のボックス。で、3連単ももうこの3頭3頭で、3着に×、えー、の馬4頭足して、でも2、3着は折り返しましょうねっていう、3連単のフォーメーションにしたいなと思って、フォーメーションというか、まあ、2、3着の、あの、何、えー、何ってあれですけどあの、裏返しですね。裏表、テレコですね。の馬券をね、買いたいなと思っているわけなんですが、 最近ね、あの、物の,のまあ、一応、配信者なので、気にすることもあるんですけど、あの、表現ってすごくやっぱ難しい、伝えることで難しいなと思うことが結構多々あるんですね、日々ね。で、今回で言うと、ちょっとね、皆さんの中でご協力いただける方に質問をしたいんですけど、 今ね、これあの単焦のところから書いてあるじゃないですか。現時点で合成オッズ2.65、当日の合成オッズ、えー、3倍以下だったらサボーナ外して2点に変更しますよって書いてある。で、これ当日にもしあの合成オッズがじゃあ3倍ありません、2.3倍とかでしたって言った場合に、下の生まれんワイド3連単からもう二重丸が消えるっていうふうに思った人いますか いたらね、あの、正直にあの、なんか、なんか、ノーとか、あの、カタカナのノーとかコメントに入れておいていただけると嬉しいです。はいで。僕の中の価値観では、いや、そうはならんだろうっていう、その単勝の話でしょっていう、その部分はっていう。なんで単勝の合成をって話してて、えー、そこが安いからって、生まれんあ、生まれん、生まれん、ワイド三連単から二重丸消すんだよっていう話になるんですよ。僕の えっと、価値観ですよ。僕の考え方ですよ。で、配信者として、おい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 って、なんでそんな風に思っちゃうのって思うんですけど、そう考える人もいますかねこの書き方だと。うん、結構そういうところで悩んでるんですよね。例えば、クッション値9.5以上の時はこの解明。9.4以下の時はこの解明って、うちのチャンネル、まあよくあるじゃないですか。1 7ベッドやるときは。で、あれでも9.5の時はこの解明。 9.4以下の時はじゃあ9.5以上の時はすいません9.5以上の時はこの解明9.4以上の時はこの解明でて2つあった時に当日9.5以上でしたと9.4以上の解明はどうなるんですかっていう質問が多いんですうんいや9.5以上こっち9.4以下はああ4以上のえ4以下の時はこっちかこっちの解明ですよって紹介してるのでえなんでそう思ったんですかって思うんですけど違うんですよね 9.5以上の時はこの買い目で9.4以下の時はこの買い目で9.5以上の時は9.4以下の買い目を買わずに9.5以上の買い目を買うっていうところまで言わないと伝わらないっていう方がねあのやっぱ時代の流れと共になのか分かんないんですけどちょっと増えてきてて。 うん、でもそこまで説明すると結構面倒くさいというかすんごい回りくどくなっちゃうと思うんですよねうんで今の画面に出してる印でも印は打ってあるんだけどっていう話なんですよだからマイネル・クリソーラ本命の二重丸ですなのでマイネル・クリソーラは丸黒三角×白三角印なしではございませんって一等一等言わないと、あのー、伝わらないっていう可能性もあるんですね でそっちの世の中にもしちょっとずれてい,いってるんだったらもう画面のなんか上下にね常にあのそういう注意書きとか参考例書いとくとか流しとくっていうことにしなきゃダメなのかなって正直はい思ったりしていますうんただまあなんか ね、あの、立派な世の中のね、立派ななんかあの知識人の方たちでも、絶対理解しているのに、理解していないふりをして、あの、そういうことを言ってなんか話をややこしくする人いるじゃないですか、最近。世の中で、まああの、有名なインフルエンサーの方とかね、政治家の方とかでも結構多いパターンですけど、うん、で、それがしたいだけなら別にそれがしたいだけでいいんですけど、 ガチで比率としてそういう人が増えてきているんだったら何か対策しなきゃなっていうふうに僕は思ってるので。はい。なんかあの、なんでさっき言った例ですね。はい。この今言った例ですね。単勝の,の3点合成つがもし、もしね、明日2.1倍しかなかった。はい。3倍以下でした。はい。その時に生まれんワイド3連単からも二重丸を消すことになるというふうに考える人、思った人、考えた人は、あの、ぜひですね、コメント欄にカタカナののの文字を入れておいてほしいなと思います。 はい、そんな感じでね、あの、悩みながらお届けしているので、ぜひね、チャンネル登録や高評価などで応援していただけると嬉しいです。竹内がお届けしている竹津部というチャンネルになっております。競馬本の著者やってます。でですね、あの、まあ他にももう、やっぱ、んでしょう、あんま気にしないようにはしてますけど、気になってしまうことって結構あって、 あーまあ、いろんなの、馬券ネタとかね、この夏、春夏かな、配信してきてますけど、まあ、その中で結果めちゃくちゃ良いものもあれば、地味なものもあれば、全然良くないものっていうのも、まあ、当然出てくる中で、あの、函館の割と、ね、長距離のね、レースで、あの、反路の持ち時計が早い馬の成績毎年いいよねっていう、あ,あ、毎年というか、まあ、トータルいいよねっていう話の動画をですね、ざっくり言うとアップしてたんですよ。 で、それに該当している馬がですね、あの、残念なことに、この夏、一頭も勝たないまま、あの、明日の函館で最後になっちゃったんですよ。で、対象レースも、あの、この函館記念とかぐらいかな、あともう一レースしかないので、ああ、勝ち馬ゼロの年度かっていう感じにはなってしまうんですね。で、まあ、紹介したので、あの、大変申し訳ないなと思うんですけど、あの、もちろんですね、 立東の馬で、函館の芝の長距離だけ、1800メートル以上ね、走る馬の中で、反路の持ち時計速い馬でって限定していくと、まあ年間その、まあ20頭とか、そんなもんで、勝ち馬が出ても1頭、2頭、3頭とか、多くて3頭とか、そんな話ですよね。うん。しかも6番人気以下を推奨しているので、多分ね、今ざっくり調べても11、2頭しかいないんですよ。 うん、で6番人気以下112頭で1等も来なかった全部負けたあのー、ねこの長い夏長い期間函館開催2か月かな1か月か1か月半全部負けたっていうふうに怒ってらっしゃる人も多分いると思うんですけどあのー、まあなかなか難しいもんでですね時間で言ったら2か月なんですけど頭数で言ったら12頭とかなんでまああの変な話1レース1頭だとしても 三条開催のまあ朝4レースが終わった時点までの時間なんですよね。そっち側の人からすると。なんですけど、時間で見ちゃう、期間で見ちゃう人ってそうなってしまうっていうところも結構危険なもので、これわかりますかねドラゴンボールの,あの精神と時の部屋じゃないですけど、<laughs> うん、一日でね、あのー、なんでしょう、えー、あれ24時間でしたっけど違うな。えっと、一日分の時間で365日分の中で修行できるんですよね。 そうそうあれぐらいの時間の差があって同じことをしていてもですねすごくあの意識というかまあ感覚のずれは絶対に出てきてしまうんですよねだから g 1しか馬券買わない人が1年間1個も g 1当たんなかったうわーって言っててもいやたかだか二十何レースの話じゃんうちらのガチで競馬ねあのいっぱい馬券買う人からしたらあの午後に入ってしばらくしたぐらいでよ一日の中の あなたの1年間。うん、そうそうそう。でも本人にとっては1年っていう時間に置き換えちゃってるから、レース数とか等数が母数じゃなくて、時間が母数になっていくんですよね。そう、そうなってしまうと、あの、多分ね、馬券買うマインド的にはちょっと合わないのかな。あの競馬っていうジャンルがちょっと、ギャンブルとしてはもしかしたら合わないかもしれないですね。 うん、むしろあのそうやってコツコツそんな長期間でもだれずに1日該当1とかのレースを1か月間も継続していってっていうところまでのマインドの部分はすごくあの継続力と忍耐力がある方なので多分ね あの日本にカジノとかできてあれ日本人も入れるんですかね観光客向けかどうかわかりませんけど日本人も入れるんだったらあの本当にあのベーシックストラテジーにのっとってブラックジャックとかやって勝った時に降りるってやってた方がいいっすよ多分めちゃくちゃ合うと思いますそういう人はうんなんですけど時間でやっちゃうときついですよねうーん 1>, 1日1回だけブラック・ジャック勝負して <laughs> 1ヶ月間全部負けだとかって言ってても30回じゃないですか普通ブラック・ジャックなんてやり始めたら延々やりますからね二十 <laughs> 何時間やりますからねうんでそこの人の一日とその人の30日って30日かもしれないですけどもうあの中身としてはもうめちゃくちゃ薄いっていうかもう1時間ぐらいの話になってしまうんですよそういうところはねちょっと意識した方がいいですかね せっかくそれだけの継続力とか、うん、持ってらっしゃる方たちなので、おそらく。その自分の武器を有効に生かすためには、あのー、時間の概念は、馬券からは、あのー、省いた方がいいです。何の意味もありません。うん。競馬歴30年、わしゃ馬券買い始めてから30年じゃって言って、30年前の有馬記念と、えー、10年前の有馬記念と、昨年の有馬記念の3つ買ってるだけの人もいますからね、多分。 それと、競馬初心者なんですよ。まだ競馬初めて1年目で、とかって。ね、あの、でもこの1年間は朝から晩まで絶対開催日の競馬見たんですよって言ったら、もう30年の歴史がその人にあろうが中身しゃ,びしゃびですからね。3レースですからね。で、その競馬初心者なんですけどって言ってる人の歴史は、その競馬歴30年の人のもう何百倍、何千倍、何万倍にもなってますから。 なんでやっぱり競馬のキャリアとか経験とか、あとまあ、いろんなものです。回収率が期待値に収束していくというかね、そういう部分とかも全て母数、レース数です。カウントは。等数です。時間じゃありません。そこだけはね、あの、覚えておいてほしいなと思いますね。 じゃないとね、あの、もったいないなーっていう、この人の考え方で、ああ、そういう、ま、あの、なんだろう、結末がそういうことになってるんだっていう方はね、ちょっとこの数ヶ月で、えーまあ、結構見てるんですよ。その函館の動画以外の話も含めてね。もったいないわ。絶対に勝てる、ギャンブル強い人のマインドなのに、着地点というか、その中に時間の概念入れちゃってるから、もう全然ダメだわっていう方結構あのいらっしゃるので。 はい。それはね、あの、注意していただければなと思います。ということで、最後ちょっと話長くなりました。本当はこの部分だけちょっと動画に、別の動画で解説した方が今度いいかもしんないですね。うん。競馬からは時間の概念だけはなくせ。はい。危険だっていう話。まあ、どっかのタイミングでしたいと思います。はい。まあ、そんな感じですね。最後長くなってすいません。竹内でした。バイバイ。